アルベルトゥス大学ケーニヒスベルクは、ドイツ東プロイセンのケーニヒスベルクにあった大学。プロイセン公アルブレヒトによって1544年に、第2校目のプロテスタントアカデミーとして創立された。通称、ケーニヒスベルク大学。第二次世界大戦後、ケーニヒスベルク氏は1945年8月のポツダム協定によって、ソビエト連邦に編入され、カリーニングラードと改名した。 ケイニヒスベルク大学は1945年に閉校し、残っていたドイツ人は追放された。現在、カリーニングラードにあるイマニュエル・カント記念バルト連邦大学はアルベルトスの伝統を受け継ぐとされる。元ドイツ騎士団総長で1525年以降、初代プロイセン公のアルブレヒトはザーアームラント司教区参事会よりプレーゲル川のクナイプホーフ島にある。 ケーニヒスベルク大聖堂の後ろの土地を購入し、そこで1542年にギムラジウムを建設した。1544年7月20日、コレギウムアルベルティヌムの設立権利証書を発行し、大学は8月17日に開校式を行った。コレギウムアルベルティヌム、1850年頃、新しく建国されたプロテスタントの広告はポーランド、王国王官僚の領地であり、 大学はカトリック系クラクフアカデミーに対する形でルター派が運営した。最初の学長はフィリップ・メランヒトンの義理息子の詩人、ゲオルク・サビヌスである。リトアニアの学者、スタニスワ・フラバリオニスやアブラオマス・クルビエティスは初期の大学教授陣の中にいた。すべての教授たちはアウクスブルク信仰告白に先生をしなければならなかった。 プロイセンの領域は神聖ローマ帝国の国境をまたがっていた皇帝カール5世とパウルス3世の二人は承認を保留したけれども、ケイニヒスベルクアカデミーは1560年3月28日にポーランド国王ジグムント2世から国王特権を受け取った。1618年からプロイセン公国はブランデンブルク編教博による同訓連合に統治され、 そしてまた1657年に大戦抵抗、フリードリヒビルヘルムは最終的にベーラウ条約によってポーランドからプロイセンの主権を完全に獲得した。アルベルトゥスはブランデンブルクプロイセン、プロテスタントの知的中心地であった。当初は神学、医学、哲学、法学の4つのコレージュで構成され、後に自然科学系も創設した。 それ以後の学長には、数多くのホーエンツォレルン家のプロイセン王族が務めていたが、しかし大学に出向くことはなく、通常は学術団体事務担当の副学長が代表した。クナイプホーフにあるコレギウムアルベルの裏側、ここでカントが教えていた。この地区は、第二次世界大戦で破壊された。プロイセン領域は、悲惨な三十年戦争において、ほぼ無傷で、 残ったため学生の間で、ケーニヒスベルク大学は人気を博した。17世紀、1656年、57年に学長を務めた、詩人ジ,ジーモンダフ派の拠点としても知られている。ロシア皇帝ピョートル一世は1697年にアルベルトスを訪問したため、プロイセンとロシア帝国間の接触を増やすことにつながった。ケーニヒスベルクで注目すべき。 ロシアの学生には、後に、ロシア科学アカデミーの総裁になったキリルラズモフスキー、そして、将軍ミハイル・アンドレイエビチ・ミロラドビチである。大学都市は、リトアニアの文化発展に、多大な影響を与えた。リトアニア語の最初の図書は1547年に、ここで印刷され、複数の重要なリトアニアの作家がアルベルトスに、通った。また、大学は、 バルトドイツ貴族のお気に入りの教育機関でもあった。18世紀は、啓蒙思想における、ケーニヒスベルクの世紀として、文化史に名を留めている、アルベルトゥスの学生だったヨハン・クリストフ・ゴットシェートの、頃に全世紀が始まり、哲学者、ヨハン・ゲオルク・ハーマンや作家テオドール・ゴットリーブ・フォン、ヒッペル・エルダーらがそれに続いた。著名な卒業生には、ヨハン・ゴット・フリート・ヘルダー、ザハリアス、 ベルナー、ヨハンフリードリヒライヒャルト、ETA ・ホフマン、そして何よりも哲学者、イマヌエル・カントは1786年と1788年に学長も務めた。これら学徒らが後のバイマル古典主義やドイツロマン主義運動の基礎を築いた。アルベルトスの壮大な植物園はナポレオン戦争中の1811年に開園した。2年後、 フリードリヒビルヘルム・ベッセルは、そのの隣に優れた天文台を設置した。大学教授陣には、哲学者、ヨハン・オットリー・プ・フィヒテ、生物学者、カール・エルンスト・フォン・ベアー,ー、数学者、カール・グスタフ・ヤコビ、鉱物学者、フランツ・エルンスト・ノイマン、物理学者、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツなどのような科学世界の巨人たちが含まれている。19世紀び20世紀、 大学は、数学の学び者として、最も有名であり、カール・グスタフ・ヤコブ・ヤコビを創始として、彼の教え子ルートビヒ・オット・ヘッセ、フリードリ・ヒリ・シェロー、ヨハン・ゲオルク・ローゼン・ハイン、ルートビヒ・ザイデルラによってそれは受け継がれていった。これは後に、ヘルマン・ミンコフスキー、アドルフ・フルビッツ、フェルギナント・フォン・ギンデマン、そして、近代随一の数学者の一人ダフィット・ヒルベルトラの、名が加わった。 数学者、アルフレッド・クレープ氏及びカール・ゴット・フリート・ノイマンは、1868年にマシュマティッシュはナランを創刊。これはやがて当時で最も影響力を持った数学学術雑誌になっていった。1844年8月31日に大学開校300年記念祭を祝うプロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム4世は、 アルベルトゥスの新本館の土台を築き上げ、それは皇太子フリードリヒ・サンセリア副学長、ヨハン・カール・ローゼン・クランツによって1862年に開館式が取り行われ使用開始した。越平広場中央の建物はフリードリヒ・アウグスト・ステューラーの設計、計画によってネオールネッサンス建築様式に建てられた。建物正面にはプロイセン行、 アルブレヒトの浮き彫り細工の牙図が飾られている。その下の方に、プロテスタントの改革者、マルティン・ルターやフィリップ・メラン・ヒトンの彫像が壁岸にある。内部には、大理石の円柱を支えている堂々たる階段がある。表議委員会行動には、リヒャルト・ラオヘルトによって描かれた皇帝フリードリヒ三世の肖像画や彫刻家、ヨハン・ゴット・フリート・シャドウの教え子フリードリヒ・ハーゲマン。 によって制作されたイマヌエル・カントの胸像が飾られている。隣接している坑道には1870年に描かれたフレスコ画が飾られていた。建て直されたアルベルトゥス本館は現在イマヌエル・カント記念バルト連邦大学の一部。建物正面はドイツ時代にあったものと非常に異なっている。大学図書館は1901年にミッテルベルカイムに所在し、 約23万冊以上が所蔵されていた。ドリットフリース・シュトラーセの近くに多機能施設、パレストラ、アルベルトスがあり、市民や学生の間でスポーツ競技を高い形で奨励するため1898年に設立した。すぐ近くには観光庁があり、画家フンオークノールや風景画家、マックス・シュミットらによって描かれた壁画が飾られている。大学末期間。 ベルサイユ条約によって、東プロイセン州の領域分離後、アルベルトゥスの教員やドイツ学生連合は、知的生活をドイツナショナリズムの方向へと押し上げ、帝国との連携を強調した。1944年7月10日、大学は帝国大臣、バルター・フンク三列下でその400周年を迎えた。数週間後、8月26日、 27日及び29日、30日の夜の間に、ケーニフィスベルクは、広範囲に英国空軍によって爆撃された。さらに1945年1月から4月にかけて、市は、赤軍の東プロイセン攻勢そして最後に、ケーニフィスベルクの戦いによって荒廃した。大将夫・ラッシュは4月9日に降伏文書へ、調印、歴史的中心外は、 攻撃によって破壊され、大学キャンパスの約80%は廃墟と化した。教授陣は避難し、その多くはゲッティンゲン大学に受け入れられた。アルベルトゥス本館を含む残った学内施設は1948年からカリーニングラード国立教育大学によって利用された。同大学は1967年にカリーニングラード国立大学となり、2005年に イマヌエル・カント記念バルト連邦大学に改称した。1864年に彫刻家、クリスティアン・ダニエル・ラウフによって最初に制作、展示されていたイマヌエル・カント像。1945年に撤去され、レプリカが1992年に旧越平広場の場所で復元した。大学図書館の一部であった有名なシルバービブリオテックの書籍類の一つにあたる、 ブックカバーに描かれたプロイセン公アルブレフィト。同様に有名なワランロートライブラリー。それは1945年以降、失われている。ありがとうございます。